お元気ですか、ボクシミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第12回目でございます。12回目でね、今回で、この2024のプロ野球チップス第1弾は、12回目で終わりたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。今日はね、最後ですからね、10袋やっていきたいと思います。まずは1袋目でございます。西武ライオンズの平海馬投手でございます。オリックスバファローズの紅林幸太郎内野手でございます。3袋目でございます。ごめんなさい、2袋目でございます。失礼いたしました。埼玉西武の阪神タイガース、岩崎優投手のカードでございます。で、本塁打王初の、千葉ロッテマリーンズのポランコ外野手でございます。3袋目でございます。で、さっき出しました埼玉西武の阪神タイガース岩崎優投手のカードでございます。で、ヤクルトスワローズの清水昇投手でございます。4袋目でございます。プロ野球史上88人目となるノーヒットノーランを達成したソフトバンクの石川投手のカードでございます。クライマックスファーストステージ第1戦サヨナラヒットを放った広島東洋カープの秋山選手のカードでございます。5袋目でございます。本塁打王3回目の読売ジャイアンツ岡本和真内野手のカードでございます。で、これキラーカードが出ました。横浜 GNA ベイスターズの佐野啓太外野手のこれがキラーカードでございます。キラーカードというのはこういうふうに、わかりますよね、ちょっとね、なんか虹色に光ってますよね。これがキラーカードでございます。6袋目でございます。で、またキラカードが出ますね。読売ジャイアンツの坂本勇人内野手のキラでございます。で、もう1枚は首位打者2回目の横浜 GNA ベイスターズ宮崎敏郎内野手のカードでございます。7袋目でございます。楽天イーグルスの島内博明外野手でございます。中日ドラゴンズの小笠原慎之介投手でございます。8袋目でございます。楽天イーグルスの岡島武郎外野手でございます。北海道日本ハムファイターズの田中正義投手でございます。9袋目でございます。
最多安打の阪神タイガース中野拓夢内野手でございます。でヤクルトスワローズの小川泰弘投手でございます。で最後の10袋目でございます。で楽天イーグルスの田中将大投手でございます。で最後は阪神タイガース青柳晃洋投手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画10袋終わりたいと思います。で、本日先ほど言いました通り、2024プロ野球チップス第1弾は、第12回目で終わりたいと思いますが、運が良ければ13回もやるかもしれませんけどね、あまり期待しないでください。で、後日ですね、第2弾もね、出ると思いますのでね、第2弾も購入して、開封動画として上げていきますので、よろしくお願いいたします。で、もうすぐですね、BBM の、大相撲カード、響きのをね、購入しましたので、届き次第、開封動画として上げていきますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を続かしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。